川内さん、あのやはり目立ったのはベテランさすがだなというこの織茂でしたね。そうですね、あの気持ちよくですね、ノーマーク打ってますよね、はいはい、立ち上がりはもうまさしく最高という形で竹内ツインズも機能をしていきました。それからあのもう一つ言えるのはポイントガードの鈴木さん、あの柏木がですね、はい、冒頭非常にリズムを作るいいプレーがありました。はい、あの非常に本来の柏木君の姿が出てたと思います。はい、そして一応ガード陣は全部使っていこうという感じも見えました日本なんですが、はい、第2クォーターに入ってなかなかそのリズムが取れませんでした。それからアウトサイドの攻撃がちょっと川内さん多くなったような感じもありました第2クォーターだったんですが、いやしかし鈴木さん、あのやっぱりこういう元気のあるプレーが後半になってどんどん出てくるようになって流れは来ましたね。そうですね、はい、特に3クォーターですよね、はい、あの本当にディフェンスからイニシアチブを取って、自分たちのやりたいオフェンスにつなげたと思いますね。そして川内さん、はい、あのちょっとこう前半終わった時にどうかなと思ったんですけど、しっかり勝ち切りましたね。そうですね、あのね、本当にブザービーター、はいね、あれからですね、一気にですね、日本のペースに来ましたよね。そうですね、やっぱりそういう流れを作るプレーという、そして思いを作るプレーというのがなんか非常にあったなという感じのしました今日の逆転勝利でもありました、そして愛信シーホースクイーンを鈴木さんよく頑張りましたね。そうですね、まあはい、もちろん柏木君がね、はい、あのガードとして、しっかりメイクしたんですけども、はい、やっぱり途中から出た五十嵐君が非常にいい役割をしたと思います。そうですね、今日は三菱電機ダイヤモンドドルフィンズの藤田正樹コーチ、そして梶山慎吾選手にお付き合いいただいていますけれども、藤田さん、前半を振り返っての、はい、トータルな印象というのをぜひ一言お願いします。そうですね、スカウティングができなかった、あの情報がなかった中では、私がこのゲームを見るそのポイント、やっぱりね、モンゴルはかなりフィジカルにこうバスケットを最初に向かってきましたよね、はい、それがファールにつながったり、日本のファーストレードにつながってしまったというのがあるんですけども、かなりこの若い選手はフィジカルです。あー、モンゴルもね、はい、多少思ったよりも線が細いかなという感じもあったんですけれども、実際にはやってきましたね。そうですね、やっぱり強いですね、やっぱこう、はい、バスケット向かおうという気持ちはいいですね。そんなモンゴル相手にその向かおうという気持ちが、柏木さん、日本の選手たち出てきて、前半これはもういいんじゃないでしょうか。今日は地元の JBL 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズの藤田正弘ヘッドコーチ、それから梶山慎吾選手にお付き合いいただきました。今日のこのハイライト映像をご覧いただきながら、改めてお二人に伺っていこうと思います。藤田さん、今日のゲームというのは本当にいろんなコンビネーション、いろんなパターンが試せたという部分でも大きいゲームということになったんでしょうか。そうですね、まあいろんな組み合わせを試したと、ヘッドコーチは言ってたのでね、はい、まあ、それは彼自身でしっかりデータとして頭に入ったと思います。はい、でまあ、一つゲームの最初に言いましたけど、データがないチームと難しさというのもやっぱりあったと思うし、そこをうまく選手たちが調整をしながらゲームを進めた、まあ、こういう経験も次のゲームにね、つながってくると思うので、ね、大いに期待したいと思います。お隣の梶山選手に伺いますが、やはりこういう経験というのはもうプラスにつなげていくしかないわけで。そうですよね。そしてまた特に先ほどインタビューに答えた竹内涼二選手が14ポイント、リバウンドも14、2日連続のダブルダブル。この準決勝に勝てば8月中国天津で行われるアジア選手権出場権の切符を手にできるという無意地なセミファイナルです。勝ち上がりから日本ちょっと佐古さん硬かったですかね。そうですね、ちょっと出だし硬い感じ、大事にバスケをやろうとしすぎましたよね。はい、もうなかなかスコアが動かないような、こう歯がゆさを感じるような立ち上がりだったんですが、しかし第1ピリオド道中に追いつき始めてきた日本、ディフェンスそのものは鈴木さん非常に機能しているように思えたんですけどね。本当にね、ローポストで結構やられたんですけども、はい、非常に26点で抑えてるってことはね、はい、いいディフェンスだと思います。はい、第1ピリオドは結果的に最後は離されましたが、何しろこの佐野さん、この櫻井からですね。そうですね、流れ作りましたね。はい、跳躍力のあるダンクから日本に思いっきりムードを作り出しました。そしてなんといっても最後はこの佐野のほぼブザービーターのようなスリーポイント。はい、いや、オリモ選手ですね。中国を迎えての準決勝という戦いでした。立ち上がりは非常に苦しんで
なかなか最初のスコアが動かなかった日本なんですけれども、徐々に自分たちのバスケットも展開されていく、そんな感じになりました。まあ、中国も非常に若手主体では来ているとはいうものの、まあ、国として伝統がある、そして何しろサイズが大きい、その中国相手にこの桜井のライバルが鈴木さん非常に行きましたね。この桜井ですね、とにかくね。そうですね、やっぱりあの中国戦は本当桜井君いないとね、はい、本当なかなかリズムが出てきませんでね、でも今日はみんな本当に桜井君だけじゃなくて、本当みんなが頑張ったと思います。そうですね、途中は中国から大きく10点以上引き離すような展開になって、これはあるいはセーフティーにこの試合は持っていけるか、そんな印象もありました。ここも桜井が自らの持ち味であるドライブイン、大事なところで五十嵐のスリーポイントもありました。このシュートは非常に大きかった。そうですね、あの本当に残り1分ですか、はい、あの時のやっぱり五十嵐君の、はい、シュート、はい、本当に見事でしたね。そして最後中国が追いすがってきたんですが、見事に振り切って日本が決勝進出、アジア選手権出場権獲得という一戦になりました。最後本当に佐古さんドキドキしましたけれども、ちょっと、はい、そうですね、最後は本当やっぱり柏木選手が締めてくれましたね、はい。まず立ち上がりは鈴木さん、いい形で日本入りましたけどね。そうですね、ポイントガードはやっぱり落ち着いてプレーしてますんでね、はい、チームが落ち着きますよね。ただしかしちょっと気になったのはファールの多さ、ただどっちがどっちとも言えない感じの試合運びになりましたけど。そうですね、はい、まあちょっと2クォーターの初めリズムは悪かったんですけどね、はい、まあよく戻しましたよね。今ご覧いただきました竹内洋二が途中から今プレイタイムがありません。まあおそらく後半は投入ということに当然なるんでしょうけど。そうですね、はい、まあ日本はリバウンドが待ってますんでね。そうですね、はい、変わった山田が頑張りましたね。そうですね、リバウンドで繋いだと思いますよ、はい、それから、まあ、早い人をどんどん投入して、終了間際、まあ、しかし1点差という形で後半が立ち上がって、結構早い攻撃も出て、それから織物うまいプレーも出て、それからディフェンスの部分ではどうだったですか。いや本当にディフェンスは非常にいいディフェンスを、もう全体見てですね、はい、やってたと思いますね。で一つ大きかったのはやっぱりオフェンスのそのゾーンの時ですね。そうですね、ちょっとリズムが違う、はい、普通のゾーンと違うリズムのゾーンに対してですね、ちょっとやっぱりミスをしてしまった、はい、それからやっぱりパスを狙いすぎて、無理なシュートしてしまったっていうところなんでね、はい、課題が明確に出てるんで、なるほどなるほど、まあ、それを一生懸命、まあ、これから練習していけば、はい、彼らの能力でしたら、必ずそういうのはね解決できると思うんで。そうですね、ただやっぱりリバウンドが強くなったし、はい、それからディフェンスからやっぱりリズムを作るっていうのが、はい、出てましたんでね、まあ短期間でしたけど、はい、ホップスヘッドコーチがよくですね、ここまで作って、まあ最低限の目標の、はい、準優勝と、はい、そうですね、はい、いう結果に終わったんでね、まあ、我々としては本当にそういう意味ではホッとしてるっていう感じですね。